はい、でも今回ね、ドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、本当に、この娘か息子かわかんねえけど、子供と、主人公の、背景と、引っ越すっていう過程と、で、そこで一人出会って、白人の人、出会って、で、これからまたやっていこうかなってとこで、特に何もないです、要素は。恋愛的な要素はないです、まだ。で、あと前回見たんだけど、ちょっと上の方が若干見切れてんだけど、俺の画面では普通に見えてんだけど、なんか若干見切れてるけど、なんかもうどうしようもなかったから とりあえず影響ないと思うから、ほんとここら辺だけ、上だけ見切れてるから、ないだろうというとこで、やっていこうかなと思うわ。はい、すいません。アマナと私は近所を散歩することにした。実に美しい街だ。子供たちが通りで遊び、花は満開で、それにかすかに漂うこの香りはバーベキューか。いいところだな。良すぎる。なんか怪しいんだよね。わも気づいたか。用心するに越したことはない。あそこにベビーカー乗った赤ちゃんが見えるな。あれは政府の工作員だ。残念ね、赤ちゃん。正体は見通しよ。しばらく歩くと、小さな公園に着いた。幼い子供たちが追いかけっこをし、大小様々な犬たちが草の上を走り回っている。混雑していたが、アマンダがすぐ近くに空いているベンチを見つけた。座ろうとした瞬間、危ねえ！行って！飛んできたフリスビーが私の顔面を直撃した。かわいい。チェック柄のスカーフを首に巻いたコーギーが尻尾を振りながら駆け寄ってきた。素敵なスカーフだね。ぐるぐると足回り、鼻の頭を私の足に押し付けてくる。ああ、なんて可愛いんだ。よしよし、慣れてやろう。どこな 決めろ、勝手に。頭だろう、普通に。頭を撫でられるのが気に入ったようだ。嬉しそうにしている。おいおい、あれくらいキャッチできただろ。あら、ちょっと、やらしいね。やらしいお腹してる。これもうザ・アメリカじゃん。アラシャスの男が入ってきた。フリスビーを手渡す。フリスビーってのは顔じゃなくて手でキャッチするもんだぜ。そうだが、そもそも人の顔に向けた。次は歯でキャッチするよ。あ、なんかちょっと。これが好感度上がった。あれかな。やだ、この人やだ俺。あ、ちょっとからかっただけさ。俺はブライアン。私は悟空だ。こっちは娘のアマンダ。アマンダを見ると、地面に座り込んで犬の腹を撫でている。こんにちは。一緒な声出すな。かわいい犬ですね。あ、マクセルは人懐っこくてな。こんな天気のいい日に他の地。なんだっけ、なんていうのこれ。わ、なんていうんだっけこれ。なんていうのが正解なんだろう。わかんねえ。連れと知り合えて嬉しいよ。君も娘さんと？ブライアンが小山を指した。チェック柄のピクニックシートの上で、女の子が自分の頭より大きな本を読んでいる。その子は本を置くとこちらに歩いてきた。お、いいじゃん。まあ、親子だなっていう。娘のデイジーやカラマーゾフの兄弟を読んでるんだぜ。先生によると読解力は高校生並みらしえ、中学生じゃ。いくつなんだい？これでも10歳さ。すごく頭がいいんだ。小学生か。すごい。え、なに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 、急にレトロ。何これ BC。 え、アクションゲームじゃ、シューティングゲーム。私の不正本能に火がついた。私の娘の成績を自慢せねばなるまい。娘自慢のブライアンが勝負を仕掛けてきた。お、ポケイモじゃん。よし、レジ、自己紹介しろ。私、それでこそ俺の娘だ。アマンダ、お前に決めた。これポケイモじゃん。ポケイモじゃん、これポケイモン。日本好きなのかな、みんな、娘。娘の入れ替わりできない。アマンダは大事な一人娘だ。いいね。道具。成績表。あー、なるほどね。戻れないんだけど。戻れません。かますか。後ろのポケットから血輪だらけになったアマンダの最新の成績を取り出した。パパ、
素晴らしい成績だ。ブライアンに25ダメージ。ダイスもそれを持ち歩いてるのかい。おっと、予想外の反撃。確かに変かもしれない。5ダメージを受けた。デジは学校で週1回のチェスクラブを立ち上げたんだ。もちろん部長さ。うちの高校にはチェスクラブもコンピューター室もないよ。10ダメージを受けた。いや、勝てる勝てる。あ、地元の写真コンテストで賞をもらったんだ。そりゃすごい、おめでとう。あ、一応弱いな、ちょっと。デジはこの前、州の市のコンテストで賞を取ったんだぜ。うわ、やばい。こう上回ってるのか、道具。絆創膏はダメだろう。綴り大会、何、綴り大会って。いや、子供の頃の絵ってのは、客観的に評価じゃないんですよ。結局、うちの娘、息子がうまいっていうのは、主観なんで、これなんか、賞を取ってるのは別だけど、うまいねで終わっちゃうんだよな。結局、それだったらうちの娘もって返されるかもしんない。これは何これ。まだ高校1年生の時に綴り大会で優勝した写真を見せつけた。いいぞ。すごいじゃないか、おめでとう。デイジも今は綴り大会の特訓中さ。あ !3 大会連続優勝できりゃいいんだが。言うじゃなかった。やばい。お菓子を一番多く打ったんだ。褒美は神だったよ。出かけるの。アマンダ手の形をベトベトにするおもちゃすらもらえなかった。やばい。逃げる。いや、まだ戦える。おばあさんに声をかけて重そうな荷物を持ってやったんだ。お、いいじゃん。デジャー生まれて10ヶ月で初めて喋ったんだ、パピーってな。おちっこだった。とても可愛らしかったが、今言うべきじゃないだろう。お、いけるかな、アマンダ。いけるかな、頼むぞ。ランダムが。お、今学期全科目で優等だったよ。いいんじゃない。あ、ちょっと弱いか。単に飛び級そうだ。あー、負けた。乾杯だ。あんたたちと知り合えてすごく嬉しいよ。下いけるような周知だ。負けた。あんたちはこの辺りに引っ越してきたのか。そう、確かに町のレベルが違う可能性あるから。今日この町に引っ越してきたばかりだ。君たちもこの辺りに住んでるのかい。うん。喫茶店の先にある袋小路さ。へえ、偶然私たちもそこに引っ越して。あ、じゃあもう固まってんだ男たちが。世間は狭いな。俺たちは彼の小さなランチハウスに住んでるんだ。その家なら見覚えがある。私たちの家によく似た。だが少しだけ大きくて見栄えのいい家だ。なんだ、こいつは全てにおいて私より上だというのか。いいと。確かお金持ってそうではあるな。アロハシャツ着れないからな、なかなか。で、娘のこのシャツも、やっぱ、これもついてるし、ネックレスも。やっぱちょっと余裕がないとこの格好できないからな。あ、邪魔して悪かったな。あんたたちと知り合えてよかったよ。今度うちに遊びに来てくれ。はい、ぜひ。じゃあね。礼儀ね。嬉しそうに走るマクスウェルを従えて、ブライアンとデイジーは公園の奥へと歩いていった。あいつ、常にパパの一歩上を行こうとしていたよな。うん、行こうとしてたんじゃなくて、行ってたのよ。デイジーがまだ10歳だなんて信じられない。私が10歳の頃って何してたか覚えてる？確か、馬に夢中だったよな。耐性しなくて残念。馬の比較研究を先行しておけばよかったのかも。馬が異世界に転生するラノベなら今からでも書けるだろ。それは言えてる。でもアマンダ、ソノ。あ、そっか、そっか。お前、そっか。ソノなのか。俺、孫悟空のあれだからさ、勝手につけたけど、お前、ソノアマンダなのか。全7部の長編、勇敢なる方針道教の大冒険の話は二度としないで。勇敢な馬の物語に大笑いしながらしばらくの間、公園の散歩を楽しんだ。まあせっかくだし、そうだな。喫茶店の前を通ったよね。そこで一休みできるんじゃないかな。どういうゲームなんだろうね。そう、いわゆる恋愛ゲームみたいにさ、こっちに選択肢はあんのかな。まだ多分チュートリアルなんだよ。いろんな人に出会うっていう過程だから。でもこのペースだとパート3まで多分ないな。取り歩く。だって5人ぐらいいたもん、登場人物。目指すは角に立つ可愛らしい小さなカフェ。コーヒースプーンだった。イエー。
ねえ、ここなら散歩のついでに寄るのにちょうどいいんじゃない？まあそうかもな。どうかした？ああ、自宅なら座り慣れたソファーで美味しいコーヒーをいつでも飲めるのに、どうしてわざわざ外で尻に急に長いんだわ。知らない人と目が合うたびに気まずい挨拶をして、うまくもないボロクソ言いすぎやって。知らない奴に会うこともそいつが隣です。まあ確かにな。まあ家でうまいコーヒー作れるなら、まあそれに越したことはないよな。つったわけじゃないのに、パーソナルスペースに踏み込まれている居心地の悪さを感じることもない。パパどうすればいい？ごめんごめん。モテないなこいつ。見ないとこにあった返却場所に気がつかず、カップをテーブルに残したまま店を出たら、マナーの悪い客だと思われないか。そう考えると恥ずかしくて恥ずかしくて生きていられないよ。パパ、それってただの人見知りだよね。その通りだ。お、いるじゃん。店内はとても暖かく居心地良さそうだ。壁一面にアナログレコードが飾られており、これか。常連らしい客たちが使い込まれたソファーでくつろいでいる。小さなステージの隅にはレコードプレイヤーが備え付けられており、趣味のいい音楽を奏でている。いいとこじゃん。コーヒースプーンにようこそ。調子はどう？どうしてコーヒー？これさ、男6人だからさ、使い分けできないんだ声が。あんまりこう木を照らう感じじゃないし、みんなちゃんと男だから。ふざけてないもん。あ、それはその大した理由じゃないさ。好きな詩から取ったんだ。その時は店の名前にぴったりだと思ったんだよ。もちろん今でもこう名前にしてよかったと思ってる。こうやって続けられてるわけだしね。でもいつも同じことを聞かれて、そのために同じ答えを返して、僕がこうしてベラベラと喋ってるうちにどんどん場がしらけて気まずくなって、今だってそうさ。ああ、分かってるんだけど自分じゃ止められないんだよ。話すのが苦手なのかな。で、ご注文は？メニューにざっと目を通し、あっけんとられた。これか。私はさ、男に会うと急に乙女になるな。ゴッドスピード U ブラックコーヒー、アイスティーガン&サラ、チャイ&ウッド。ちょっと明るい感じでいくか。ブラックコーヒーはきつくないか。なんかこう優雅に過ごしたよね。優雅に過ごすのはブラックコーヒーじゃないよな。まあアイスティーでいいんじゃない。アイスティーティーガン。お、やった。僕の一押しメニューさ。何のことなのかさっぱりわからないんだが。ああ、それは言葉遊びさ。ティーガン&サラは1995年にカナダで結成された素晴らしいインディーズバンドでね。2013年にはグラミー賞にノミネートされているし、ポップミュージックの枠に収まりきらない深い世界観の歌詞が高く評価されているんだ。おっと、またやらかすところだった。すぐ用意するよ。君はどれにする？マキアートデマルコがいい。了解。サイズはスモール、ミディアム、それともビギースモール？じゃあミディアムで。ビギースモールじゃ大きいんだが小さいんだかわからないよ。ここちょ、お前そうさ、わかんないんだよその例えがさ。はっはならないんだよ。俺もうジャパンに住んでるからわかんないんだよ。ノートリアスビッグをリスペクトしてみたんだが、わかりやすく変えた方がいいかな。どう思う？言葉遊びのセンサーはともかく、音楽の趣味がパパよりいいのは間違いない。おい、言ってくれるじゃないか。スカバンドも昔は流行ってたんだ。我が思うほどなのか十分旧大点だ。腰をしっかりと支えてくれるから身も深く沈められる。うちのソファーよりいいと認めてやろう。アバンダが肘で私をこづいた。ん？あの店員さんもかっこいいのに喋ると滑ってばっかりでパパみたい。いい友達になれると思うな。さあどうだか。ほらほら、初対面の人にはなんて言うんだっけ。パパ。家に引きこもっていたら誰かと話すこともないから、初対面の人と会うことなんて。パパどうした？お前パパだろ。社交的になれよせめて。じゃあせっかくのチャンスなんだから頑張りなよ。つけてみる。アイスティーグル&ベラはうまかった。ねえ、私たちすぐ近くに引っ越してきたの。私はアマンダ、こっちはゴクン、パパよ。へえ、そうなのか。よろしく。娘が店にいるときにまた来てよ。いい友達になれると思うからさ。あ、たまに寄らせてもらうよ。私の足を蹴った。やっぱり頻繁に寄らせてもらうことにする。あ、娘のおすすめはこの人なんだ。そうだ、ちょっといいかな。君たちの意見を聞かせてほしいんだ。
何？うん、実は今新しいバナブレッドを作ってるんだけど名前が決められなくてさ、君たち何かいいアイデアはないかな？考えるのは構わないが、美味しさを表現しきるには試食してみないことには何も言えないな。私たちにただで知的生産なるほどね、バーナブレッドを食べさせてもらわないとね。こっちに備えて私たちは日頃から話術の訓練をしているのだ。いいね、親子で。もちろん君たちからお金を取るつもりはないよ。ならいただこう。オーライオーライ、すごく美味しい。それじゃよかった。これは営業秘密なんだが、隠し味にバーナーを使っているんだ、で何か嫌なのかだ。僕はどうも煮詰まってしまってね。まあがっつり商品名にバナナって入ってるけどな。親父好みのバンド名をもじったものしか思いつかないが、それでも構わないだろう。ライトセットバナナブレッド、グレートフルバナナブレッド、バナナブレッドケンディス。なるほどね、バナナブレッドが後半に来るか。やっぱりでも商品名後半に置いた方がやっぱりねインパクトあるよ。先にバナナブレッドって言っちゃうと、あ、これバナナブレッドなんだなんで終わっちゃうから、ケンリスに注目してもらえないから、逆にグレートフルを持ってくるわけ。マイナスじゃん。モヤ出てたよね。ガラシのジャーバンドから取ったんだ。そいつはすごいいい響きだな。本気か？もちろんさ、グレートフルバナナブレッドが思い切った名前だな。すごくいい、芸術的だよベイビー。つい格好つけてベイビーって言いたくなるんだけど、僕が言っても決まらないんだよね。やっぱりこのセリフは俳優連中が言うから様になるんだろうな。ああごゆっくり。ありがとうベイビー。君が言うと様になるね。お、またいるね新しい人。一人でコーヒーカップを前に何やら考え込んでいる。一瞬男と目が合った。ドキ、目をそらした。見つめていた音に気づかれていなければいいが、誰だろう。言った。ありがとう、また来てよ。ああそうさせてもらうよ。こっちなんかちょっと音楽的な感じで攻めていけばいいのかな。一応、まあ、バンド名とかわかんないけど。次はどこ行く。まあ、いるでしょうか。そうだな。パパがそんな方にハマった人間だと思う。体制と常識への反抗こそパパの全てだ。夢の国行き、急行、全速前進。早くから大きな足やっぱフルメンバーで来るんだな。あ、でも知ってるな俺の名前。ごくん、相棒。誰？あ、昔の知り合いか。グレイグか。ん、結構低いな。そうさ相棒。わかんねえ、どうしお前の声。まさか何年も会っていないグレイグにここで参加するなんて。久しぶりだお前。これわかんないな。ほうほうつってたな今。ブロー、あ、そうだろ、俺は生まれ変わったんだ。ちょ、高めに行くか。確かにムキムキになっている。アマンダ、大学時代の友人のクレイグだ。パパのルームメイトだったんだアマンダも久しぶりだな。覚えていないだろうけど昔会ってるんだぜ。すっかり大きくなったなこに無理やって、限界があるって。こんにちはグレイグさん、それに可愛い赤ちゃんも。ありがとう。最後に会った時の君もちょうどこの子くらいだったかな。こういう声じゃないんだよ顔が。ごめん、合わないわ。この子はリバー、お姉ちゃんに挨拶してごらん。グレイグは赤ちゃんの手首を握り振ってみせた。リバーは嬉しそうに喉を鳴らしている。ベビーシッターのバイト中か。ああいや、リバーは俺の子だ。なんだって、全く年月の流れについていけないな。ついこの間二日のまま一緒に試験を受けたばかりのような気がするのに、二人とも父親とはな。今までどこで何をしていたんだ。カリフォルニアで働いていたんだが、仕事の都合でメイブルベイに引っ越してきたんだ。すごい偶然だな。アマンダと私も今日この町に引っ越してきたんだ。スマッシュリーは元気かい。 I don't know. アシュリーのことさ、本名はそうだろ。 I don't know. アイドンの言い過ぎやお前。今でもスマッシュリーって呼ばれてるぜ。彼女とはその、つまり去年別れたんだ。そうか、それは残念だったな。うん、うん、気にするな。済んだことさ、彼女とは交代でリバーと双子の世話をすることにしてるんだ。うまくいってるんだぜ。双子だって、3人も子供がいるのか。
人生いろいろってことさ、お相棒、お前もそうだろ。ケックスタンドのクレイグが今や3人の子持ちとはな。ん？ケックスタンドのクレイグ、ああ学生時代の古いあだ名さ。ケックスタンドばっかりやってたからな。ケックスタンド、教えてくれる。ビール樽の上で逆立ちをして樽から直接ビールを飲む競技なんだ。最後まで飲み続けられたやつの勝ちさ。ああクレイグは負けなしだったんだ。うん、すまん相棒、広い酒飲みだと思われっぱなしなのは尺だが、日課のジョギング中で心拍数も維持しなきゃいけならねえ。ちょミスってんだ。リバーを抱えてるのはまあ高重量トレーニングみたいなもんだな。日課のジョギングだと私なんか1年に1回もまともに走ってないぞ。毎年1月1日に今年こそ毎日走ると心に誓って走り出すんだが、30分後にはヘトヘトで歩いて帰宅するのがお決まりのパターンだ。ああ今からでも遅くないさ、俺と一緒に走ろうぜ。そうだな、考えておくよ。やろうぜ、楽しいぞ。その後一緒に朝飯なんてどうだ。それはいいな、わかった、うん、決まりだな。じゃあ近いうちに声をかけるよ。またな、会えて本当に嬉しいよ。イヤホンをつけ直してジョギングに戻っていった。クレイグがあんなにムキムキになって子供までいるなんて信じられん。いかん、めまいがしてきた。どうして？パパが知ってるグレイグはな、およそ生き物の世話ができるような男じゃなかったんだ。自分の面倒すらまともに見られないんだから。夕飯に出てきたマリナーラソースを瓶から一気飲みするようなやつだぞ。まあね、高校の時、まあ、やんちゃとかどうしようもないやつでも、なんだかんだこう社会人を経ていく中でまともになるっていうのがやっぱ人間だから。あいつはな、新しいマリナーラソースの瓶を開けると当たり前のように飲み干したんだ。ありえないだろ、パパが何してるんだと聞いたら涼しい顔でスムージーみたいで美味しいぜって答えたんだぞ。そう一理あると思うけど、ジョギングだってあの結構喋るな俺。あのクレイグは毎日ジョギングとはな、まったくすっかり別人じゃないか。まあいい、帰ろう。家でゆっくりお湯をかみしめるとするよ。これ声大丈夫かな、あと2人ぐらいいんだよな。いいねこの BGM ね、レトロな感じが。結構日本のレトロゲーが好きなのかな。ポケモンといいね。ポケモンっていうか、まあ、あの感じのポケモンっていうかね。アマンダと私はソファーに腰を下ろす。アマンダが座るには空箱を脇に押しやらなくてはならなかった、うん、2、3ヶ月もしなうちにまた荷造りかと思うと気がめいるんだよね。その点々としてんの、そんなこと言わないでくれ、うん、決まったらちゃんとやるから。わかってるよ。ただパパにとってお前はいくつになっても大事な娘なんだ。お前がこの家を出ていくなんて考えられないよ、うん、あ、独り立ち的な話か、荷造りってのは。帰ってくるって毎日メールも送るし写真もたくさん送るから。写真は私の先行だもん、楽しみにしててよね。約束だな。もちろんパパこそ一人で大丈夫なの。まあなんとかなるだろう、犬でも飼うさ。犬、hey！美術学校はなかったことにして、この家でずっと犬と暮らそうかな。どんな犬がいいんだ？中型犬かな。首にスカーフを巻いてあげよっと。もう一緒じゃん、じゃああいつと。名前は私につけさせて。犬のためだったら美術学校を諦めてもいいかも。私は二頭を追わないタイプだから。確かに進学より犬を飼う方がはるかに安く済む。封筒の束が投げ込まれてた。すればというやつか。抜き出し残りを床に放り投げた。ん？マクゴーワン美術学校からだ。あ、合否が出んのもしかして。ただの封筒じゃないか。私の将来を決める紙切れが入って。え、合否が来んのこのタイミングで。よくこの住所間に合ったな。そんなね、今日引っ越してきたばっかん、よくこの家に届いたな。深呼吸をすると封筒を歯で噛みちぎった。レターオープナーがあるんだが、まあいいだろう、うん、私は息を止めてます。で、なんて書いてあるんだ。あ、入学審査委員会があんたの願書を検討した結果、そのうーはー、うん、ああ本校はあんたの入学を認められませんだって。ああ、なあマンダ、いいよこうなると分かってたから。作品集にあんな実験的な写真を使ったんだもん。面接官に普通の写真を見せなさいって言われたぐらいだし。
き寄せ強く抱きしめた。お前は素晴らしい写真家だよ。どんなに頑張って作品賞を作ったのかパパはちゃんと分かってる。心配するな、お前に来てほしがある学校は絶対あるさ。うん、ありがとう、私は大丈夫。本当に大丈夫か？口先だけでそう言ってるんじゃないか。平気だって、本当だから。アマダの表情は、まあ、そらそうよ。だってもうね、不合格って見た瞬間のすぐでしょ。そら立ち直れないよ。あ、エマアイとエマピーが泊まり、なんでそう組むか、何言ってよ。引っ越してきた日にさ、合否も来てさ、エマアールとエマピーが泊まりに来るんでしょ。詰めすぎだって。ダサい親父は消えろって。もっとオブラートに包んだ言い方もあるだろうけど、そういうこと。え、ここに予定がある。あ、これで選べんのかな、俺が。いや別にクラブに行こうぜ。まあ別に奥さんとかいない、奥さんっていうかまあ配偶者いないからな。思いっきりめかし込んでダンスフロアで踊り上がすんだ。暑い夜になるぞ。ローモアスプリンクラーにランニングマンを決めてやる。お前も知ってるだろ、最近の若い奴らの間で流行ってるダンスで、うん、何があっても迎えに行かないから前にそう言ったよね。冗談だよ、本当は。え、いや早めに寝るって言ってもそういうことじゃないよな。どっか行ってた方が多分娘たちは伸び伸びとするでしょう。行こうかな。うん。ええ、あっさり。何の試合？分かるだろう、試合と言ったら試合だよ。今夜の試合といえばあれしかないだろう。どっか店のテレビで見るよ。ここで一人で見るよりマシだろ。チームエマとドラッグを吸って放火でもしようかな。パパはお前が悪い奴らとつるんでないか心配だよ。どうですかね。血の犯罪は大人のもんだろ。もちろん資金洗浄はできるよな。裏社会の有名人や。ドラッグや犯罪のことは冗談だよな。もちろん。一応聞いたまでだ。いいじゃん、いいじゃん、いい関係じゃん。楽しんできてね。闇か？パパをからかうのはもうとっくに飽きてる。え？ならいいが。アマン友達が来る前に家を軽く片付けて出かけよう。うん、立ち去ろうとする私をアマンダが呼び止めた。立ち直り早いな、もう落ちたんだぞ今日。すごいな。文学の先生と面談の予定があるの覚えてる？ベガ先生。おかげで思い出してちゃんと行くよ。あ、先生がいいのかな、ハンサムな。もう一旦切るわ。だいたい20分ぐらいで終わりたいんだけど。ごめん、なんかずっとこんな感じなのかな。もしかしたらこのゲームどういうそのメイン画面か分かってないから、いわゆる恋愛ゲームじゃないのかな。でも多分もう誰かに絞るみたいな過程はあるだろうから、まあそれまでお楽しみって感じかな。まだまだチュートリアルって感じかな。はい、というわけでまだまだ取れ高はねえけど終わります。あざした。